どうも熊五郎さんです。ちょっと緊急で動画回してるんですけども、1年8ヶ月前ぐらいですかね、修理した iPad mini 4またぶっ壊れました。症状としては勝手に再起動するっていう症状です。ちょっと見えにくいんですが、バッテリー 2% ってなってるんですけど、もうね20分ぐらい前からずっと充電してます。で 2% から増えない。でこの iPad mini 4修理して知り合いが使ってたんですよ。でずっと快適に使えてたらしいんですけど、なんか使ってると勝手に再起動するっていうことで預かってきました。で30分ぐらい前ですかね、充電してバッテリーのところがね 65% で出てたんですよ。でどんなもんかなと思っていじってたら画面が真っ白になって、2秒ぐらい固まって、でその後リンゴマークになって、再起動したらバッテリー残量が 2% ってなって、おいおいと思って充電したけど増えないっていう感じですね。でその症状が再現できればいいんだけど、勝手に Gmail とか見たら怒られるね。あ来た、落ちましたね。充電はしっぱなし、うん、電流は 1.2A 流れてますね。あはい、リンゴになりましたね。ずっと充電してるんだよ、チェッカーで見てるけど。ずっと充電してるけど 2% から増えないですね。そうね、ちょうどこの辺の裏があったかくなってるんで充電はできてるんだと思います。電池残量は 2% ですね。はい、そんな症状です。ちなみに1年8ヶ月前にバッテリー交換してます。なのでまあもう一回バッテリー交換っていう感じですね。同じ修理内容なんで動画にしても面白くないかなと思ったんだけど、まあ、勝手に再起動するっていう症状で預かってるんで、バッテリー交換で治るんだったらね、まあ、それを皆さんに共有したいなと思って動画撮ってます。カメラとかも普通に起動する。あ、来ました。はい、再起動しましたね。はい、そんな感じです。まあ、再修理なんであまり重要ないかもしれないですけど、今回バッテリー交換やってみたいと思います。ではやってみましょう。はじめ、はい、ちょっと充電テストしたくてだいぶ放置してみました。6時間ぐらいですかやったんですけど、充電増えないね。 2% 途中 3% になったんだけど、また 2% まで落ちましたね。もうこのまま行きましょう。でいつもは焼き土下座マット行くじゃないですか。今回ね新しい工具を入手したんですよね。はい、こちらサンシャイン。あ、これ焼き土下座マットと同じメーカーだ。モバイルフォンフリーヒーティングスクリーンスプリッター、手机なんとか加熱なんとかね。はい、型番は SS601G 明らかに業務用やん。あ、でもスマホ用だな、これはスマホ用だ。横にし、あ、横にすれば入るか。使い方が違うんで参考にはならないかもしれない。でも使ってみるね。確かモニターのフレキがここにあったと思うんで、こっちから行こう。この辺、そうね、ボリュームキーをしちゃうんでちょっとこの辺にしとく。ここの青いところはゴムになってて、今これで挟まれてます。でこっちに吸盤があって、吸盤の位置はここまで移動できる。で押さえつけてこうやると吸盤がギュッとくっついて、であとはここのシャフトを締め込んでいくと無理やり開いてくれるという、そういう拷問器具ですね。まだ力入ってない。あ、すげえ軽く締めただけなんだけど、もう浮き始めております。あ、ここまで行っちゃってんじゃん。これ B7000 でガチガチに固めたやつだからね、あんまやりすぎるとぶっ壊れるわこれ。すげえ、本当にノンヒーティングだ。今これくらい浮いてる。これくらい、もうスパッチャー入るぐらい隙間空いてます。いや、なんかこのスクリーン撮るときさ、こう一発目大変じゃん。ペラを入れたりなんやかんややって最初のきっかけ作って、そっからはヘラを横に移動してビリビリビリっていけるんだけどさ、一発目上げんのすげえ大変だから、これ使えんじゃないかなと思って買ったんだけど予想以上だった。もう隙間空いてるんで、まあ、ここから普通にやっていこう。なんならヒートガン併用してもいいかもね。これはね楽ちんちんでございます。まあ、ヒートガンもしくはドライヤーだね。ドライヤーでも全然いいと思うよ、むしろ全体的に温められるから。あ、楽全く力入れてないけどスーッと開いていく。これはね割れるんじゃないかみたいな不安が一切ない。勝手に進んでいくから、スパッチャーが。ほら、え、なんで勝手に開いちゃう。ここはねあんま深いとこ行くと危ないんで。やば、全く力入れてないよ。ここで一回止まりましたね。まあそんなんでいいでしょう。くっつくと嫌なんで挟んどこうか。今こんな感じ。あ、まだ少し接着剤が熱っ張ってますね。
この白いの接着剤でしょ。違う？違ったら怖いね。フレキとかじゃないよね。まあ、怖いんでちょっとこのままにしとこうか。グリッてやるとね、壊したら嫌なんで。じゃあこっち側、こっちは開いてない。もうちょっと締めて持ち上げるね。隙間が空いたよ。ここね、力でグイッてやると画面割れちゃうんで、ゆるい力をかけていきます。シリコンマットが動いちゃう。あー楽ー。全然怖くない。少し開いていこうか。もうちょっと。でもノンヒーティングって書いてあるんだけど、これはねノンヒーティングだったら多分ぶっ壊れるね。この辺めっちゃくっついてる。ゆっくり温めてこう。無理やり広げるよりも自ら開いてもらった方がいいよね。あ、だいぶ緩くなってきましたね。 B7000 すごいね。バチバチにくっついてるもん。これ買ってよかったわ。あー楽。スルンスルン入っちゃう。接着剤取っちゃおうか。まだビニョーンってなってるんで。あ、いっちゃった。うん、上の口はもう開いちゃいましたよ。もうこんな感じです。楽でしょ。あと下側ね、多分ね、この辺とこの辺とこの辺は気をつけた方がいいはず。あとこの辺かな。すごいよ、全然怖くないよ。あと楽だよ。液晶とフロントパネルが少し剥離したかもしれない。今このスパッチャーは液晶の下に行ってます。ただこれをテコの原理でグイッてやると液晶パネル割ってしまう可能性があるので、あまり力は入れたくない。なので熱の力で弱くして剥がしていきたい。ちょっと今の状況を解説すると、デジタイザーとこの白い部分は液晶です。でその白い液晶の部分と下が結構くっついちゃってる。本当はこっから剥がされるべき。この状態でね、もう開いてるように見えて、この下なんかくっついてるんですよね。大丈夫かな。そうか、これずらせばいいのか。この辺でいけばいいんじゃない。でこれプッとやってパチンと、で締め付け。あ、なるほどね。こうちょっと引っ張ってこの接着剤が見えるじゃないですか。これをピッピッピッって切ってあげれば勝手に開いていくわ。加熱しなくてもいくわ。あ、行っちゃった。で今こっち側にこう開く感じなんだけど、ここの面に対してはこれ使えないんですけど、ちょい開きの状態でこれが勝手に保持してくれてるんで、こっち側を全然気にしなくていい。こっちだけ見てればこっちがなんかまた張り付くとかそういうのがないんで、ただ単にこう保持する目的でもこれ役に立つわ。いや、もうほとんど浮いてる。今この状態です。全体的に浮いてる。まだくっついてるけどね。やっぱこうちょっと引っ張ってくれてるから本当に楽だよ。こうやって接着剤を切るだけ。 B7000 ね、内側に漏れてる分が結構厄介。内側でバチバチに固まってるわ。はい、オープン。フレキ下側だった。まだくっついてるよ。めっちゃ硬い。白くビーンってなってるじゃん。これがねものすごい力でくっついてる。引っ張ったらプチプチっていきそうだけど、危険なぐらいついてる。これね、これ柔らかくないんだよ。 B7000 強いんだね本当に。実際 B7000 使って画面浮きって今まで一回も発生してないし、これめちゃ強いわ。まあ、とりあえず開きました。いや、液晶無事だといいけどな。で今回このバッテリーを取りたい。バッテリー多分ここですかね。はい、ネジ4本取りました。バッテリーこれだね。バッテリー端子とこっちが液晶だな。液晶とこっちがデジタイザーかな。はい、取りました。はい、とりあえずここまで来れば一安心。はい、そしたらバッテリー取っていきましょう。 iPad mini ってほんとスカスカだよね。あれ、おいおい、
全くついてねえんだが、あ、多分ここだよ。これいやでも切れてはいないか。あ、切れてはいない。だけどこれだろうな、切れてはいないっす。お兄さんの施工不良だよ。ちょっと今折り目を伸ばしてみたんだけど、切れてはいないと思う。ただきっちり折り目はついてるね。ちょっと中見てみようか。多分壊れてはいないんだけど、多分なんかもう内部で接触不良起きてそうじゃない。これついてる接着剤がダメだったね。でほらここだけこうふにゃってなってるじゃん。ここだけくっついてたんじゃない。たまに動いた時にこうグイグイ押されたりとかしてたんじゃないかな。壊れてる感じはしないよね。ついてる。あとはいやここでつながってるじゃないですか。動いた時に接触不良、多分それだわ。そうね、まあバッテリーが悪いっていう話ではないね。両面テープが弱い。バッテリーの変形もないです。ただ剥がれちゃったんだろうね。多分このバッテリーまだ生きてますね。どうすっかな。そうね、端子部分もなんか割れたりとかそういうのはないですね。フレキも切れたりとかはないですね。交換バッテリーが内部で剥がれちゃった。なんだろう、両面テープが弱いのかな。まあまだベタベタしてるよ。ただこの強度だと貼り付かねえだろうなっていうぐらいの感じで、膨らんだりとかもないので、貼り付けたけど膨張で剥がれちゃったとか、なんかそういうのだったらなんか理解できるんだけど、まあ、バッテリー反りも全くないですし膨張も全くないので、両面テープが弱かった、もしくはお兄さんが押し付けが足りなかった、で多分接触不良じゃないかな、そんな気がします。ちなみにもうバッテリー買ってんだよアイパワー、最近これよく買ってる気がする。安いやつですね。これに変えます。買っちゃったんでね。買ってなかったら再利用してます。ちょっと開けてみますね。うん、やっぱ接着剤は一緒だね。こういう接着剤、うん、一緒一緒。どうしよっか。ベトベト接着剤なんだけど追加してあげたい。また剥がれるだろうし、一番いいのはね、もう B7000 ビーって塗ってね、ベチャってやっちゃうのが一番いいんだけど、取れなくなりそうだよね。そこなんだよね。接着剤よりも両面テープの方がいいと思う。 IPA でも剥がせるし、両面テープコレクションちょっと分厚いんすよね。これこの間買ったんだけど、スーパー対応と、これだったら絶対くっつくんだけど、塩ビとかにもいけるやつ。ただこれは分厚いっすよね。多分厚みが 1.1mm。 あとこれもスコッチの、まあこれいつも使ってるやつね。これも強力ではあるんだけどね、薄いやつ。多分ね、薄いブチル系の接着剤が適してんじゃないかな。接着剤はやっちゃいけない気がするんだよな。どう思うみんな。いや悩む。くっつくけど剥がせるみたいな、なんかそういうやつ、あの液晶を貼るやつ、必要以上に幅が狭いんですが、この辺は熱で剥がれるし、こっちの透明のやつはね結構ベタベタしてる。この接着剤と同じような感じ。こっちのやつは少しブチルっぽさはあるんだよね。でもな、貼りまくんなきゃいけないよね。かっこ悪いことになるよ。でもこれは結構ベタベタ系なので、ギューッと引っ張れば剥がれていくし、なんだろう、衝撃とかで剥がれる感じのものではない。ベタベタ系、貼り付きもいいしね。これ結構昔に液晶接着用に買ったんですけど、これはね剥がれちゃうんですよ。液晶用としては弱い。じゃあダメか。何かいい方法ねえか。まあいいや、ちょっと掃除しながら考える。やっぱ B7000 なんだよな。 B7000 なら安心なんですが、うん、やっぱ B7000 強いよ。結構 B7000 の後始末は両面テープよりは面倒ですね。両面テープみたいにこう連鎖しにくい、すぐちぎれちゃうんで、接着剤結構頑張ってるねこれ。お、危ねえ。これ多分アンテナでし
こういう細かいところに入り込んだ接着剤が取りにくいですね。結構頑張っちゃう。ほら、この銀のところはね、1段下がってるんで、別にここ接着しなくても大丈夫なんだけど、ただ接着剤塗ればここも接着面として利用できるところなんですよね。結局接着剤なんでごまかせるんですけど、実際ね、接着剤のカスが残って 0.5 ミリ浮きましたってなっても、接着剤でくっつければ浮いては来ないんですけど、まあそれでもね、バチバチに接着したいんで、こういうとこね、本体側に残ってた接着剤これぐらい取った。あと液晶ね、割れてなきゃいいけどな。でこっちは刃物使えないので、爪なりスパッチャーなりで剥がしていくしかないですね。だけど取りやすい、そんなに強くついてないわ。あんまりしつこくないね、こっちは。なんか取れば取れるっていう感じ。あの本体側ってアルミなんで、ザラザラした表面に結構絡みついてたんですけど、こっちツルツルなんでほとんど残ってないわ。剥がせる、これね。まあこんなもんですかね。はい、それでバッテリーの接着なんですけど、 B7000 使います。また剥がれて嫌な思いするんだったら B7000 使います。つける前に少しここ折っときます。本当は液晶をつけて、その後バッテリー貼り付けなんだけど、バッテリーからつけます。皆さんは真似しない方がいいと思います。で両面テープでこの辺とこの辺につくんで、接着剤で真ん中1本ビーッと引いときます。こんな感じでビーッと1本引くだけです。あと一応脱脂しときましょう。なんで先につけるか、それはバッテリーの位置合わせの問題ですね。はい、バッテリーつきました。このまま置いてあげたい、パタンと。これで端子の部分に、まあ、力がかかんない状態ですね。で今回接着剤つけてるから大丈夫と思うけど、この状態でクリップで押さえつけます。あ、こっち届かねえ、しょうがない、手で押さえよう。この辺に接着剤が入ってます。でこの辺に両面テープだよね。焼き土下座マット使って一回裏温めてもいいかもしれないね。両面柔らかくしてペターっとくっつけて、どうだろう。なんか重り、これでいいや。はい、大して重くないんですけど、本当はな1キロぐらいかけたいんだけど、10分ぐらいこのままにしときます。はい、もういいでしょう。1時間ぐらいやった。いや今回ねちょっとね、液晶メリメリやっちゃったんで、動作テストしていい？ダメ？チェックします。はい、ついた。あ、大丈夫そうだね、割れてなさそう。ここのネジだけ締めちゃうね。よし、ぎっちり締まった。でこっちの方はちょっとごちゃごちゃしてるんで、こっちまず接着剤入れちゃいます。防水性能は期待できないんですが、途切れないように塗ってきます。少なくともここから水が入ることはないと思う。はい、上半分は入りました。OK。 はい、入りました。これは軽くね、お兄さんこれ締めすぎて割ったことあるんで、あとは角を必ず押さえた方がいいです。で特に角割れるんで、ほんのり力かかってる感じですね。どれぐらいだろう、1時間ぐらいかな。この状態でとりあえずそのままにしておきます。ついでに充電しておこうかな。はい、まだ接着中なんですけど、充電できてるかどうかの確認ね。 68% 圧着しながら充電しておきます。はい、あれから1時間ぐらい放置してあります。どうでしょう、多分明るさセンサーの問題かな。画面が超暗い、明るくなりました。あ、充電できてる。はい、 92% 大丈夫そうですね。あとね、再起動は多分してないと思う。再起動するとポーンと音するじゃないですか。あれが1回もしなかったんで大丈夫と思います。充電もできてる。皆さんグッドボタンチャンス、ありがとうございます。まあ、結局バッテリーの両面テープが剥がれて接触不良なのかな、多分。だからまあ今回バッテリー変えちゃいましたけど、多分バッテリー変えなくても治ったね。多分今1時間半ぐらいなんですよ。両面テープ掃除しましょう。
充電はこれで終わり。でももう乾いてる。まだ弾力はあるけど乾いてるって感じかな。ペタペタはしなくなってる。結構盛大にはみ出してますね。これね、ちょうどいいタイミングでこういじると綺麗に取れるんだけどね、今のところすっげーいい感じだよ。綺麗に取れてる。隙間に全く残んない。接着してから1時間半ぐらい、タイミング的にはベストかもしんないよ。めっちゃいい感じ。そう、これ完全に固まってから取ろうとしてもね、結構面倒なんですよね。余裕っすね。爪で擦ってるとポロ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 っと取れてくれる。めっちゃ綺麗に取れた。バッチリだよ。はい、 iPad 充電もできるようになりました。はい、ネットつないできました。時間も正しい時間になりました。今3時5分、バッテリーも 100% ですね。はい、ということでね、 iPad ちゃんと直ったみたいなんで、本日のフルーツはこちら、じゃん、桃。糖度12度保証、糖度12度以上の厳選された桃です。福島県産。そう、桃が食いたくてね、桃を買いました。なので今日はフルーツタイムです。フルーツタイムっていうとね、ちょっといかがわしいお店でなんかそんな単語を聞いたことあるんですが、まあ気のせいでしょう。どっちがいいかな、こっちでいいかな。お尻っぽいし、ちょっと洗ってきます。はい、じゃあいただきます。そんな甘くねえよ。でもみずみずしくて美味しい。水分量がすごい。糖度12度っていうのはよくわかんないけど、まあ、ぶっちゃけ普通の桃の方が美味しい気がするけど、そんな甘くないっすよ。でも水分量がすごい。正直そんなに甘いとは思わないな。あ、こっちは甘い。うん、やっぱ個体差だね。こっちめちゃくちゃ甘い。あと香りもいいんで、何の違いなんだろうね。すごいよ、2個目めっちゃ美味しかった。桃に関してはね、お兄さんあんま甘くなくてもね、なんか嫌じゃないんだよね。なんでだろう、スイカとかメロンが甘くないと嫌なんだけど、桃はなんか許せるんだよね。あと梨とかね、甘くなくても別に許せる。はい、とても美味しかったです。ごちそうでした。はい、ということで今回は iPad mini 4再起動を繰り返してしまうっていう症状でした。で、原因は多分バッテリーの接触不良でした。あとこれおすすめです。すごく良かったよ。はい、ということで熊五郎さんの出会いでは普段ジャンク品の仕入れやってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎さんでした。バイバイ。クラウドも全部ログインできるんでね、普段どんなことやってるのかね、調べておきましょう。